久保さん、お客さんを、顧客を選ぶとかにしときましょうか。うん。あの、インターネットって顧客、お客さん選べるんですよね。昔、あの、僕、あの、訪問販売してたんですけど、訪問販売してるときは、お客さん選べなかったですね。選べる、選べるというか、そのピンポンするしかなかったんで。 だけどネットの場合って自分でまあ発信してその発信に興味ある人が基本的に来るんでまあ、広告もそうまあ、広告もまあ興味ないとクリックしないですからねうんだからインターネットのいいとこってなんだろうなその発信に対してその情報に対して興味ある人がしか来ないので発信すればそれに興味ある人が来るっていうダイエットの発信をすればダイエットに、えー、興味がある人が来ると まあネットビジネスに関する発信すればネットビジネスに興味がある人が来るっていう。普通だったらね、昔だったらね、ピンポンってね、読売新聞ですみたいなね。大変ですよね、あれね。だからまあ、発信するって本当にいいと思いますよ。うん。まあこれは飛び込み営業した人じゃないと分かんないと思いますけど、飛び込み営業ほど大変なものは僕はないと思いますけどね。うん。いってらっしゃい。